皆さんこんにちは司法試験講師の加藤隆です今日は明日の予備試験担当式に向けて皆さんに応援のメッセージを送らせていただこうと思います明日の予備試験絶対に合格するんだという強い気持ちで受験される方もいればダメ元で受験しようとしている方もいらっしゃると思いますダメ元で受験しようとされている方は今からでも構いません 合格できたらいいな、ではなくて自分は合格するんだという強い気持ちに切り替えてください本気で合格を目指すことで教材を見直すスピード、記憶の定着それから試験当日の頭の回転これらが大きく変わってきます予備試験合格を目指し決断した自分を信じて 最後まで諦めることなくできることをやり抜きましょうそれから自分は絶対に合格するんだという強い気持ちで受験される方はもしも落ちたらどうしようという不安が頭をよぎると思いますしかし合格に近い位置にいるからこそそしてそれだけの勉強を本気でやってきたからこそもしもという不安が頭をよぎるんですね 皆さんがこれまで本気でやってきた勉強は皆さんの血肉となっていてきっと足の予備試験で役に立ってくれます。あとは不安に打ち勝ち最終的な見直しをやり足の予備試験を普段通りに受験してくるだけです。担当知識というものは論文知識と異なる一過性の強いものです。なので試験の前日と当日に どれだけ網羅的に見直しをすることができたかで、試験当時の点数がだいぶ変わってきます。まだまだ時間は残されています。今日、そして明日、最終的な見直しをやりましょう。皆さんを応援しています。頑張ってください。